はい、どうも、こんにちは、こんにちは。ね、今回は、予告でございます。次回から、パート1が始まりますよっていう報告と、まあ、始まるぜひご覧くださいっていうね。ね。最高位です。ね、ということで、この、オープニングだけをね、今回はショートとして出していきたいと思います。遊び方1、いろんな場所をタッチして調べてみよう。え？通り過ぎてったんだけど。お。あー、そっか。そっか、イケボーイとか、シャイボーイとはまた違ったジャンルか、これついに。どっか行こうとするやな、すぐ。ということで、怖い。すぐどっか行こうとする。サイコボーイ！はい、どうも、こんにちは、こんにちは。今回もやっていきましょう。イケボーイじゃなかった。ごめん、前回のにまだ釣られてる。ということで、今回もやっていきましょう。一日一ボーイ。一日一ボーイなんですけども、今回からですね、まあ、前回の、ね、予告通り、今回から、しっかりとね、ボタン押せ、バカ。お前、ボタンを押せ、飛び越えるな。行かない。ダメ。あ、連れてかれた。あかんのよ、連れてかれちゃう。待って、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。まず、これ持たせる。引っ張る。なるほど。で、なるほど、そういうことか。ということで、していただきます。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。はい、どうも、こんにちは。今回もやっていきましょう。一日一、ボーイ。前回に引き続き、サイコボーイを始めたので、ね、今回も、サイコボーイやっていくんですけども。またでもね、これ、イケボーイにもあったからね、シリーズでは。隣の人を描こう。怖い絵を描こう。なるほど、サイコボーイなら得意だろ。お、さすが。なんて怖い絵。恐ろしい絵描くね、お前。すごい。指さすな、今。地味に指さしてただろ。お前だよ、みたいな。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画お会いしましょう。それじゃ、バイバイ。はい、どうも、こんにちは。今回もやっていきましょう。一日一ボーイ。前回に引き続きサイコボーイやっていきたいと思います。まっすぐ休息のカレーということで。いや、待って。ハサミがあったから、取って、待って、やば、あ、そこじゃない！カーテンだ、これ！カーテン切り取るんだ！間違えた！あー、怖い！やめてください。怖いです。で、ここ切り取る。ここ切り取って、この切れ端で。つけた！完璧！ということで、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ、ピッ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 、バイバイ。はい、どうも、こんにちは、これ、すぐやめてきました。チッチッチッポーイ、お風呂めんどくさい。服を脱ぎなさい、あんた。基本的にでもこれね、時間制限があるから、サイコボーイは。まずい。あー、めっちゃ怒られてる。まあ、それは怒られるわ。風呂、だって風呂に服ごと入ってんだもん。それは怒られますよ。それはあかんですよ。なんとか。いや、意味ない。全然意味ないことしてる。あ、やばい、かけちゃった。あー、まずい。あー、バレないんじゃない？でもこれ、逆にバレないんじゃない？あ、バレないわ、これ。あ、セーフだ。ラッキーということで、ご視聴いただきありがとうございました。それじゃあ、また次回動画にしましょう。それじゃあ、バイバイ。どうも、こんにちは、クワです。ということで、今回もやっていきましょう。一日一、ボーイ！ということで、非常ベルの誘惑ということで、非常ベルを押しちゃうのをなんとか阻止しなきゃいけないのかな？え？こっちか。寒っ。温度寒っ。え、でもこれどうすんの？あ、不審者か。ん？どういうことだ？ちょっと待って、わからん。こういうことか。なるほど、不審者捕まえました。
ということで、失礼ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。はい、わかりじゃん、これ、すごくめてきました。ちバイ、ワニパニック、ワニがパニックということで、ワニワニパニックじゃないですね。ワニがパニックなんですね。なんか、こう開きそうだけど、開かないんだね。おぶど。あ、ワニがパニック、そういうことか。どうしたらいいんだろう。何も起きないよね。何もできないんですよ。おー、水漬けた。で、これで、お、抜けた。なるほどね。虫歯を抜いたと。なるほど。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画を始めましょう。それでは、バイバイ。はい、どうも、こちらから次回の動画を見ていきましょう。チンチンチンバイ。今回は、こちらのね、シャイ、こちらの、そう、飴と、何も取れないか。なんか、つつけるだけ。あ、スコップ取れた。ほう。お、あ、これで空想じゃなくなると。蝶と話してる体でね。お前、陽気なやつやなっていう感じになったんかな。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。はい、どうも、こんにちは、カレッツ。今回もやっていきます。チッチッチッバーイ。今回も最後防衛、前回に引き続き最後防衛をやっていきたいと思います。ということで、どうやってやるんでしょうね。トングを持ってて。なんか忘れないんかな？あ、渡せた。あ、誤解されてる。なんか取れないか。あ、取れた。で、持たせて、これどうよ。いいんじゃない？手で塗った。俺も褒めろ、みたいな感じかな。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。はい、どうも、こんにちは。カレッツ、今回もやっていきます。チッチッチッバーイ。今回も最高ボーイやっていきたいと思います。最高ドクター。あ、やばい。あ、治療方法。足を切断しましょう。そして新しい足を接合します。いや、クソ怖えな。ダメですよ、そんな方法じゃね。ああ、いいじゃん。ほう。あ！これで、湿布を足に貼りゃ、もう、オッケー！ああ、治った、早い！なんて治りのいい湿布。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画を始めましょう。それじゃ、バイバイ。はい、どうも、こんにちは。ガラス君がやってきました。チッチッチッバーイ。今回も最高ボーイ前回に引き続きやってきたまます。元気出してよ。30点やってんな、お前。ドンバイやな。ああ、お前、やばいな。お前、えげつない。お前、えぐいな。100点だ。あ。え、クリアでいいだろ。クリアでいいだろ。元気出ただろ、今、絶対。ハサミで切るのも絶対良くないしな。え、なにこれ。おお。あ、これ見に行こうって。なるほどね。いいじゃん。いい友達じゃん。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でしましょう。それじゃ、バイバイ。はい、もうこれでガラス君がやっていきます。チッチッチッバーイ。今回も最高ボーイやっていきたいと思います。もうね、正直言います。録画ミスりまくって何回もやってます。はい、ということで、ほぼダイジェスト的な答え合わせですね。もうやってることは。もう正直やってることは答え合わせです。もう実況なんてしません。なぜなら答え合わせだから。もうバラします。答え合わせです、今これ。完全に。100答え合わせです。もしこのステージの答え分かんないよって人いたら見てください。答え合わせで完全に。ということで見ていきましょう。はい。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。はい、でもこれじゃから次回もやっていきましょう。チッチッチッバイ。今回も前回に気づいて最後もやっていきたいと思います。
はっけ。あ、いか。まあ、いか、材料ないけど、いか。あ、すめっちゃ入った。おお。インク？おお。あ、イカスミパスタ。なるほどね。これでいいんじゃない？じゃあ。イカいるしね、ちょうど。イカスミパスタ、なんでモザイク？すげえモザイク、汚ね。べちゃってしてる。ということでご視聴ありがとうございました。それじゃあまた次回のお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。はい、もうこれじゃあこれでここまでいきました。チッチッチッポイ。今回も前回に引き続き最後までやっていきたいと思います。お使いですね。じゃがいもを買う。で、あ、コーンあるじゃん。で、肉。たぶん、たっけえよなぁ。あ、やっぱ、お前バカ。あ、ってなるよ、そりゃ。なりますよ。ちょ、待て。やり直そう。なんかないのかな？多分これは高いからダメ。お？あ、呼び出したと。なるほど！これで帰れるのか。なるほどね！ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。いいね。あったかい家庭、大事。でもこれじゃこれです。ここまでいきましょう。チッチッチッボーイー、サイコカット。髪型をどうするかみたいな感じよね。お前やばいことやってない？おしょ、ランドセル、油性ペン、アローベー、大丈夫か？もういいじゃない。かわいそうだよ。あかん、あかん。ちょっとかわいそすぎる、かわいそすぎる。さすがに。アローベーターを頭に塗る。で、つける。読ませる。カット。あら、かっこいい。そう、取れないしね。おめでとう。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それで、いってい。はい、どうもこんにちは。ここまでいきましょう。チンチンチンボーイ、卵くださいな。ということで、やっていきましょう。あ、うさぎおるよ。あ、人参ゲットできた。あ、なんかね、あ、置けた。めっちゃ人参食うやん。あ、食うの早っ。あ、なるほどね。これで、さっさと、卵を回収すると。なるほど。これでクリアか。いいですね。生食文化。日本ですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。はい、どうもこんにちは。今回もバイサイコボーイでございます。サイコバーサスサイコ。ごめん、俺、ホラゲー、ホラー好きじゃないから、ちょっと。怖い系のやつが2個もある。あ、アンテナ直した。可愛くなれたかな？バイバーイ。すげえオチだな。ということでご視聴ありがとうございました。次回でお会いしましょう。それじゃあ、バイバーイ。はい、でもこんにちは。これで次回までいきたいと思います。1日1ボーイ。今回は、サイコボーイやっていきます。まず外行きましょう。Wanted。なるほど。何もできないよな。ここ多分入ってきたお店だもんね。あ、魔法使い。あ、連れた。じゃ、中戻るか。持たせれるんじゃね？あ、できた。手配書渡してみる。おお。えい。あ、すっげえ、あ、豚になった。あ、豚になった。あ、まあ、盾だったら何でもいいやな。うん、盾が欲しいって盾だったら何でもいいんかい。ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。はい、どうもこんにちは。今日もやっていきたいと思います。1日1ボーイ。ということで、今回は、虫取り網。はいはい。あー、これ蜂蜜取んじゃね？普通に。蜂蜜取って、あ、なんかもうだって塗りかけみたいなとかあるやん。明らかにここ塗ってくださいみたいなある。で、虫が取れると。ヘラクレスオオカブトかな？わからん。俺虫の処理全然知らん。
ということで、ご視聴いただきありがとう。簡単だったの、今回急に。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。はい、どうもこんにちは、ガラス君がやってきて、そのまま、チッチボーイ。今回も前回に引き続き最後ボーイやっていただきます。第20話、8月31日。ということで、夏休みが終わっちゃいね。なんもできねえ。あー、もう宿題1個もやってないやな。鉛筆があった、あ、取れる。あ、受けた。持たせてよく見るか。なんかできないかな。あ、あ、やってる、やってるなって。え、うまい、うまくはねえけど。お、スマホ渡すか。一面。宿題見せ合おうぜ。いいね。ピース。まあまあ、友達同士でね、みんなでね。大事よ、いいね。まあ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 。いい関係性だと思いますよ。ということで、全然夏休みは遠いですけどもね。何か課題やら何やらがある人は頑張ってください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。はい、どうもこんにちは、ガラスくんもやっていきましょう。一日一歩、今回も前回に引き続き、最高峰をやっていきたいと思います。最高デリバリーということで。破れてね。あ、なるほど、紙を集めんのか。あ、出てきた。え、あるあるある。あるじゃん。おお、こう渡したらクリアじゃない？部屋間違えてたんだよな。間違えてたっていうか、まああれか。そこにいただきか。さあ、20階、21階。あ、21階まで、高えな、ここ。つか、お前かい。友達やないかい。お腹空いてんの？つってね。一緒に食べるんだね。二人分あったんだ。あと一人分を分けてくれてんのかな。優しい友達だね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。はい、どうもこんにちは、ガラス君がめでいきたいと思います。ちっちっちぼーい。今回も前回に引き続き最高をやっていってます。第22話、たくさんを食べ？なんか犬、なんかいない？あ、犬だ。タバスコ。あ、普通に犬にお皿あげる？ま、めっちゃ待ってる。もうやるしかないか、これ。あー、ずるい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 。おいおい、やめとけ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 、おい。絶対あかん。絶対あかん、それは。確かにたくさん食べてることにはなるけど。5000円なんだ、それで。犬やないかい、ほんで。ワンコそば、そういうことかい。ということで、まあ、犬には犬のご飯をあげてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。はい、どうもこんにちは、ガラス君がめでいきたいと思います。チッチフチッチボーイ。ということで、今回も前回に引き続きやっていきましょう。最高ボーイということで、やりすぎハロウィン。まあ、絶対にやりすぎだから、このまま行っちゃいけないんだろうな。お、枝取れた。うお。あ、壊れた。あれはやりすぎやな。まあ、墓はまだタッチしちゃいけないんだな。なんか、シャイボーイいない？あ、クモの取れた。なんか、シャイボーイおるぞ。お、これで、あれじゃない？おー。なるほど、これ選択をすると。なるほどねー。その場で食うんだ。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。はい、どうもこんにちは、ガラスガラス君がやっていきましょう。チンチューチューボーイ。ということで、今回はメリクリ最高ということで。クリスマスですね。あ、スマホだ。誰だこの女。おい、この女誰だよ。おい。おい、この男誰だ。ちょ、お前。おい、待て待て待て。あ、こいつら喧嘩したぞ。ざまあねえな。わ、こいつぼっち回避のあれじゃない？まだやってないけど、後でやります。ということで、あ、これでいいのかな？メリクリ最高。あ、すごい、よかったね。仲いいんだ、この二人。意外だね。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。はい、どうもこんにちは、ガラス君がめてきてその、チッ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 、バイ。今回も前回に引き続き最高峰やっていきましょう。第20が我が物回転寿司。全部自分で食っちゃうよな、こいつな。あかんな。あ、外れた。で、これなんかやったことあるよね。こうやってはめて、なかったな、つって、イカがあると。お砂書き。あ、これ作る！イカ、カニ、イクラ、イカ、イクラ、マグロ、大葉。イカまず頼もう。次、マグロ。で、次、イクラ。ほんで？エビがないよな。エビ来た。
海鮮丼を渡すと。なるほど、これでみんなが食べれるようになるよってね。なるほど。ふわりこしてる気ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。はい、どうもこんにちは、レッツ君が見ていきましょう。チンチンチンバイ。今回も前回に引き続き最高をやっていきたいと思います。ドロボーバーサス最高ということで。ドロボールな。すっげえドロボーじゃん。あ、気まず。あ、なんかあった。あ、バカ。なんでや。なんでや。こうかな。お。あ、UFO だ。あ、ひまる。私。これでいいのか。なるほどね。ということでご視聴いただきました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。はい、どうもこんにちは、ガラス君、頑張っていきましょう。チンチンチンバーイ。今回も前回に最高をやっていきたいと思います。第27話、ルール妙鬼ごっこ。はいはい。あ、なんか落ちてね。なんていうか、こいつあれじゃん。俺こいつ知ってるな。え？なんか順番あるな、これ。赤取れたんだ。よかったね。おじいちゃん、タクシー乗りな。うん、危ないからね。うん、疲れるでしょ。え？お、キッチンか。おう、ルマンド100円。お、安いね。ルマンド買おうぜ、じゃあ。さっきそこで拾ったやつだけど。法律的にはあんまり良くないですね。おうおう、風船離す、風船離す。あー、びっくりしてる。それびっくりするわ。誰でもびっくりする。お、これでクリアかな。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それ、それ、て、て、て。もう、こんにちは、ガチ君が見ていきましょう。じゃあ、最初、一ボーイ、最高、今回も自然界に最高ボーイやってきたら、マンサス、めっちゃ噛んだな。空想のお友達ということで。お前、鬼な。ここに？何これ？怖い怖い怖い。え、怖い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 。何何何何？え？何？え？待って、はははははじゃない。いやー、夢かい！怖いわ、ほんで、夢が。クソ怖いわ。なんやこの夢。割とホラー展開だったわ。うん、バイバイしてる。空想のお友達がバイバイしてる。ということでご視聴いただきありがとうございました。みんなもね、ちゃんとお友達作りましょう。ということで、また次回の動画でお会いします。それじゃ、バイバイ。はい、どうもこんにちは、ガラス君、バイバイ。チッチッチッバイ、ホロニガバランタインやっていきましょう。はい、前回に引き続きボーイでございます。虫眼鏡、なんか見るのかな。え、なになに、しまって、やめて。や、嫌な予感する、嫌な予感する、すっごい嫌な予感する。なにこれ、大丈夫、すっごい嫌な予感するんだけど、あーり、観察してる。なにそんなの。これどうでしょう、タン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 、なのに、めっちゃグルー、めっちゃモザイクじゃん、めっちゃモザイク、怖い。待て待て、何して何して何してんの。怖っ。うん、クリアなんかいということで、また次回にお会いしましょう。それでは、バイバイ。はい、でもこんにちは、ガラス君がやっていきましょう。チンチンチンボーイ。今回も前回に引き続きボーイやっていきたいと思います。第30話、最高の日。ということでね。お、ガビを取れた。あ、マッチ。え？あ、割れた割れた割れた。なんかいるな。あ、チャックも火つかないのか。で、マッチを渡すと、じゃあ。お、これで火がつくから。わー、すげえ。いいお友達ですよ。羨ましいな。俺もこういう友達欲しかったな。ということで、ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。次回、最終回、お楽しみに。はい。それじゃ、またね。バイバーイ。結構時間余ったね。これで今回前回やっていきましょう。一日一ボーイ最終話ということで、第31話、サイコ展へご案内。ほう。水色が欲しい。あ、スポイトでするのか。なるほど。
はい。で、あ、水水。で、これ葉っぱから取れんのかな。あ、取れた取れた。で、緑も渡すと。で、あ、水あげると、花が咲く。ピンクの色素を取って、これ渡す。すげえ、絵が。おい。べちゃべちゃやないかい。Thank you for playing! ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回からは、ドッキリ神回表を始めたいと思います。それじゃ、またね。